もっとたくさんだし。500で一回止めよう。500。はい、500。はい、鍋に入れて、500鍋に入れて。はい、15分煮込みました。はい、火を止めます。止めてください。瓶の方も止めてください。はい、冷めるのを待ちます。はい、朝になりました。寝た。登校前なので、くずちは学校から帰ってから。はい。はい。はい、じゃあジャムを煮込みましょう。はい。はい、点火。中火です。はい。はい。
ね。ぬく、うん、ぬく持ってきたらこう混ぜていってな。瓶もね、もう一度温めよう。はい。昨日煮沸消毒したけども、もう冷めてるから。ジャム入れる瓶はね、温かい方がいいから。スイッチ入れて。はい。うん。結構トロトロになってきた。うん。焦げないようにね、焦げないように混ぜるんだよ。ちょっとね、アクが浮いてきたからアク取りしよう。はい、うん。それちょっと置いておいて。はい、これでアク取りして、昨日やったやろ。うん、今度は重要なジャムの中に入ってるからな。うん。いっぱい入れて、いっぱい満タンにして、熱い、待って、じゃあ置いたままし、うん、待って、その手で触ると熱いやんか。もう一杯くらい。満タンにしてもらった。高いうちに、ね、蓋してしまうので、ギュッて。熱い。ギュッて。やばい、熱い。ギュッて。やばい、熱くて触れない。大変。よし、OK。はい、じゃあ、じゃあこれ、こっち、はい。次の瓶、ほうき方にしようか。うん。うん。ほうき方。ギリまで持っていって。はい、瓶2つ目。2つ目の瓶もいっぱいなるね。はい、蓋しとこう。大丈夫？よいしょ。はい、じゃあその瓶こっちやって。うん。あと、うん、これ全部、残り全部そこ。うん。全部入るかな？入るかな？
さ、台本に。もう取れない？まあ。もういい？取れないかも。はい、じゃあ蓋しておいて。はい。よっしゃ。よし。はい。できたー。はい。はい、完成でーす。はい、じゃあもう瓶3つ。3つ。いっぱい作ったね。あ、いっぱい作った。ちょっとそれほら、鍋に残ってるやつ指につけて舐めてみ。全然苦くない。なんか、うん、砂糖でなんか、うん、苦味がなんかなくなって、うん、逆にちょっと甘くなってる感じがする。うん、それは甘いだろ、砂糖入れてんだから。美味しかった。これパンに付けたら絶対美味しいって。はい、じゃあケンちゃんが作った梅ジャムを食べてみましょう。開けられるかな。開いた開いた。普通に開いたやん。はい、スプーンね。なんかちょっと硬くなってる。増やした。いいよ、混ぜなくてもいいよ。うん。すくってのっけて。もっとたくさん取って。あ、そうか。ちょっとどんな味かわからんし。怖いのね。怖いねんな。うん。Me too。私もです。うん。よっしゃ。はい。じゃあスプーンで伸ばして。すみ、すみこの方だけ塗って。すみこだけ必死に塗り込む。それでいい。はい。はい、じゃあ。はい、手を合わせて、お上がりなさい。いただきまーす。はいはい、はい、食べてください。うん、やっぱなんかほんわり甘いのがついてて、うん、美味しい美味しい、うん、よかったな、もっとたくさん塗ったらよかったな、うん